エンマ・ドビュッシーの肖像画、エンマ・バルダックは、フランスの声楽家。旧姓、モイーズ。19世紀末のパリで歌手であった。ユダヤ系の家庭に生まれ、17歳で、銀行家のシジスモン・バルダックと結婚し、この二人も受けた。後のドビュッシーの教え子ラウルと、エレーヌである。後に、ガブリエル・フォーレとクロード・ドビュッシーの両方から、求愛され、元夫と離婚し、 後者と再婚した。フォーレは、エンマとその娘、エレーヌのために、組曲、ドリーを作曲した。一説にはエレーヌは、フォーレとの不義のことも言われる。特に第一曲、子守歌はエレーヌを描写しており、また、第二,二曲、ミアウーは、本来エレーヌが兄、ラウルのことを、ムッシュラウルムッシュレールと継承をつけて言うはずが、 幼い口でうまく言えずにメシューアウメッシューオルになってしまうことを描写した題名だったが、出版社の判断で、一般的な猫の鳴き声としての表記に改められた。またエンマのために、歌曲集、優しい歌を作曲した。しかし、フォーレとの愛人関係を終えてから、自分と同い年のドビュッシーに、長男ラウルを支持させ、この関係が元で、恋愛関係となった。 両者とも不倫の関係であるにもかかわらず、右予曲折の末に1908年にドビュッシーと結婚した。ドビュッシーは、エンマとの間に設けた、一粒種の娘クロードエンマを、シュッシュシュッシ,シュと呼んで出来合いし、この娘のために組曲、子供の両文を作曲した。娘クロードエンマは、父の死に際して、片親違いの兄ラウルに、 自らの劇場を綴った手紙を送っており、ラウルとの兄弟関係は良好だったものと見られる。これは原文がサンジェルマンアンレーのドビュッシー博物館に展示されているほか、ドビュッシー書館集のフランス語原版の改訂版にも収録されている。しかしそのクロードエンマも父の死の1年後にジフテリアによって14歳で死去した。エンマは、 その後1934年に没し、パリのパッシー墓地にあるドビュッシーの墓に夫を呼び、娘と共に葬られている。クロード・ドビュッシーコレスポンデンスエでシオにテーブル、パール・フランソア・アレスル・イ・デ・ニクス・ハーリン、オネテ・パール・フランソア・アレスル、ドニ・ハーリにジョルジュ・リー・ベルト、ギャリー・マード・ NRF、2005年7月、発行 ISBN2 から07から077255から、1、 ありがとうございます。